皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ついに発表されました、もっと広がるプロジェクトラブライブの世界。いや本日ですね、8月の30日ついに発表されました。このね、とんでもない電撃情報でございます。プロジェクトラブライブスクールアイドルミュージカル結成です。始動決定でございます。いきなり何ぞやとお話でございますけれども、もう担当直入に言わせていただきますと、ラブライブシリーズついにミュージカル参入決定ですという、お話でございます。概要はこちらに載っております。まあ、文字だけの、ね、説明になりますが、ストーリー書いてありますので読みます。兵庫と大阪、関西に位置する2つの伝統校、芸能コース選抜、アイドル部の活躍でブランド化に成功した大阪の、これなんて読むんだ、滝王女であってんのかな、滝王女、滝に桜に女、学院と昔ながらの進学校、兵庫椿咲花女子高校、対立する2つの理事長の娘である2人の少女がアイドル活動を通して出会うことで、彼女たちの取り巻く小さな世界に大きな変化が生まれていく。大事な約束で大事なことを探して新たな世界で始まる、舞台ですね、舞台と書いて世界で始まる、みんなで叶える物語、スクールアイドルプロジェクト、今スクールアイドルを始めようということで、これがですね、あらすじとなる舞台、これがですね、ついに始まります。はい、これはですね、完全新プロジェクトでございます。はい、まあね、2月にね、バーチャルスクールアイドル、こちらがですね発表されて、一体どうなるんだというね、お話が出ておりましたけれども、これとはですね、おそらく別だと思います。バーチャルスクールアイドルとはまた別で、スクールアイドルミュージカルというコンテンツが誕生いたしました。まあこれね、どうなるかというですね、予想を立てていきたいなというふうに思いますけれども、まあ一応ね、12月と1月に、来年のですね、12月と1月に、公演が、まあ公演というか舞台ですね、が行われるということで、まあ2022年12月に新国立劇場、2023年の1月に梅田芸術劇場、それぞれで5日間にわたって、公演が、まあ公演というか舞台ですね、が行われるということで、僕もですね、東京の方の劇場で、舞台を見に行こうかなと、割と真剣に考えています。はい。新しい脚本演出、新しい作曲、まあ、作曲というか曲も、制作されるということで、本当に新しいコンテンツとして、始動されるということですね。はい。まあ、これについてね、思ったこととしては、まあ、ラブライブってね、ブッシュロードが、まあ、関与してる部分も結構あるんですけれども、ブッシュロードって、少女歌劇レビュースターライト、ね、スターライトクク組っていうね、舞台をメインに活躍してる、まあ、あと、アサルトリリー、一つ柳隊とか、まあ、そういったですね、まあ、要は舞台を、活動拠点じゃないけど、活動の、主軸として、まあ、活動している、コンテンツっていうのがあるんですよ。それが存在して、今回、ラブライブスクールアイドルミュージカルっていう、まあ、新たなその舞台を基盤としたコンテンツが生まれるということなので、まあ、おそらく運営としては、そういうレビュースターライトとか、アサルトリリーとか、そういった部分の要素、ノウハウを、このスクールアイドルミュージカルにも取り入れて、いろいろと展開を行っていくんじゃないかな、というふうには思ってます。まあ、なんだったらね、おそらく今後、その新曲がまあ、これね、ミュージカルとして曲が生まれると思いますけども、このミュージカルを引っ提げて、舞台のような形で、こう、なんだろう、お芝居をしながら曲を披露するみたいな。それこそスターライトみたいな、少女歌劇スターライトみたいな形で、おそらく、アニ様にも出演するんじゃないかなっていう未来も見えてますし、そういった展開がね、今後出てくるんじゃないかなとは十分考えていますね。はい。で、ですね、これに起用される舞台女優、まあおそらく舞台女優が、いっぱい起用されると思うんですけれども、もし虹ヶ崎の後継コンテンツだとしたら、引き継ぎのコンテンツだとしたら、おそらく、もう有名な舞台女優さんが起用されるんじゃないかなと思います。しかし、これがですね、ちょっとまた違った系統のコンテンツだとしたら、まあ、個人的にはちょっと両方の可能性考えたいなというふうには思ってまして、はい。多分ね、両方、有名な舞台女優も起用されると思いますし、新人の舞台女優も一部、まあ、起用されるんじゃないかなと。
二つの高校が対立するっていうような形なので、本当になんだろう、アサルトリリーとか、少女歌劇レビュースターライトとかにあるような感じの、こうね、対立する、学校同士みたいな物語なので、まあ、よくミュージカルにありがちな展開ですよね。まあでもね、なかなかね、この音楽とかの部分見ますと、結構楽しい感じの曲をね、いっぱい作ってますみたいなこと言ってるので、割とこうね、なんだろう、かっちりとしたミュージカルというよりは、みんなで楽しんで、ね、舞台鑑賞しましょうみたいな展開だと思いますので、そこら辺はね、ちょっと期待していきたいな、というふうに思います。で、多分このコンテンツはアニメはやらないでしょうね。うん。と言って多分やる可能性もありますけれども、はい。要は、このスクールアイドルミュージカルがものすごい伸びたら、多分アニメ化されると思いますし、まあ、通常な展開ならば、おそらく、まあ、アニメやらないだろうと、いった形にはなるんじゃないかなと思っています。まあ、おそらくね、今後聖地が大阪と兵庫ですか、の展開になると思いますのでね、まあ、もし聖地がまた出ようものならね、それはそれで、ちょっと行ってみてもいいかなと思ってますし、まあ、まずね、舞台ですね。まずは舞台を見ないことには話が始まりませんので、12月のね、新国立での東京での、舞台、見に行きたいなと、いうふうに思います。何はともあれて、まずは見て感じないといけないのでね。この展開に関しては非常に僕はね、楽しみにしたいなと思います。ラブライブの新たな可能性を感じる、展開でございます。皆さんはですね、今回のね、このラブライブスクールアイドルミュージカル、こちらのですね、新プロジェクト立ち上げについてね、思ったことなどあれば、ぜひね、コメント欄にね、皆さんの見解書いてください。よろしくお願いします。もしですね、この動画、いいなと思ってグッドボタン、こういうことですね、あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。